さあ、しゃべろう、語ろう、笑おう。今からあつらいが始まるぜ。ラジじゃねえかよ、ブラザー。一人じゃねえぞ、ブラザー。ラジじゃねえかよ、ブラザー。あつらじ、あつらじ、あつらじ。こんばんは、ニコケのことれいなでーす。ゆきよしのでーす。はい、というわけで本日も始まりました、あずらじでございます。はい、本日もワロップ放送局から生放送でお送りしております。はい、でですね、早速なんですけれども本日のゲストさんをはいご紹介していきたいと思います。すっごい緊張してるらしいですが、そんな風には見えないですけどね、うん、おっくんこと歌手の奥幸之助くんでーす。よろしくお願いしますなんでそんなしっとりといくの？あの後から楽しみみたいな、ね、そうですか。 そうだね、そうなんですよ。おっくんこと、私こうちゃんって呼んでるから、ちょっと今日もこうちゃんって呼ばせてもらうんだけど、私はおっくんで行くね。はい、同じ事務所の所属でございます。なので普段から仲良くさせていただいております。でですね、いつもの通りまるにちゃんがまた書いてくれたんですよ。どどん、うまっ。似てるね、やっぱりね。でね、今日はね、うん、プラナリアキャラにしがみつく丸二さんだそうですね。で、奥幸之助さん、キャラが大好きでずっと描きたいと思っていたので機会が回ってきて嬉しいです。イエイイエーイだそうです。角度合わせてくれてたんだ。そうそう、やっぱこういう風に描いてもらうのってなかなか機会がないけど、うん、どうですか、丸二ちゃんに何か一言。丸二ちゃんは女性ですよね、うん、女性ですよ。はい、ありがとうございます。はい、この理由は後ほどわかるかと思います。そうなんですよ、なんかね、なんだろうね、まあ、いっぱい喋りもできるし歌もとっても上手なので、今日はそんなおくんことこうちゃんの魅力を頑張って伝えていければなと思います。はい、で今日は私はほとんど進行しません。よしの頑張ってね。は仲悪くはないよ。はなんかよしの多分それで緊張してるかもしれないですが、大丈夫、なんとかなる。はい、よしのに任せたらどう思う？私ですか？私も今緊張してるので。はいはい、と、はい、いうことで CM です。改めまして、こんばんは、ニコゲのことレイナです。ゆびきよしのです。はい、そして本日のゲスト、石川県金沢市出身の歌手アーティストさん、奥幸之助くんです。よろしくお願いします。はい、はい、まあ頭で言いましたが同じ事務所の、はいはい、アーティストでございます、ね、はい。何を喋ろうか、ラジオは大好きですよ、喋、うんうん、るの大好き、うん、ただまだほら、うん、肝心なことを言ってないから、うん、そうですね、ちょっともうちょっと、ね、抑え気味でいこうかな、抑え、抑え気味でね、はい、はい、まあニコゲとの、ね、面識のこともあるかもしれないんですが、まあまあそんなことよりも金沢市、うん、話には聞いてるんだけど、はい、ニコゲ行ったことないんだよ。ないんだよね。そう、2人とも行ったことなくて、うん、でそこ出身ということですけれども、うん、そこでね、この前、この前っていうか、うん、まあ5ヶ月6ヶ月ぐらい前かな、うん、3月に金沢市にてワンマンライブをこちらやったんだよね、はい、やりました。ちょっと遅いけどお疲れ様でした。お疲れ。ありがとうございます。結構経った。うん、やっぱ地元でやるワンマンライブってちょっとこう違う思い入れはある？違いますね、やっぱり。はい、楽しかった。楽しかった。うん、やっぱこう自分の親戚の人とか結構、そう、お母さんがすごい張り切ってくれて、うん、お母さんの友達が多かった。どれぐらい来たとか聞いてもいい？全部で100人ぐらい、うん、おー、すごい。いや、すごいよ。なんで笑ってんの？いや、すごいすごい。緊張はその時はした？まあ、やっぱりその結構やっぱ自分のことを知ってる人に見てもらうっていうから、うん、そういう意味では緊張はやっぱりした。した。なんか噂に聞くと泣いちゃったとかちょっと聞いたことあるんだけど、聞いた。半分ちょっと演出なんですけれども。ちょっと、ちょっと嘘だ。そういう
やっぱり込み上げてくるものはあって、私説得力もうないないないっちゃって、おかしい、なんか嬉しいのと悲しいのと全部演技、全部演技、全部じゃない違う、はい、30%演技かな、あれ意外と高かったんだけど、はい、でもやっぱピアノ一本じゃなくてオケも使ったりして、そうですね、なんかいろんな、うん、ピアノ一本だけだとやっぱどうしても結構しっとりな曲歌うのが多いから飽きちゃうところもあるし、まあカラオケも使ったりとかして、はい、確かに、はい、やりました。しっとりだもんね、いつも、うん、何時間、1時間、1時間ちょうどぐらいですかね。1時間やるって体力結構使うよ ね、 ね、使う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 、はい、まあね、そういうなんかいろんな曲を私たちはその、うん、まあ、定期ライブとかでも聴いてるんだけど、こうバラードがやっぱこうがっつり歌い上げるみたいなものが多くて、そうだね、うん、作詞とかも最近はね、うん、してるし大丈夫いいね、はい、出したい、そうね、後でいろいろ出すからね、レイナさんの喋りを、うんうん、とりあえず今聞いて勉強にしようかななんて。何なのそれ、はい、お耳のお供みたいなね。なるほど、はい。なるほど、はい。年上なんだけどね。そう、元年まで後輩でありますので、はい、そこら辺はやっぱ社会の常識としては、はい。はい、そんなね、いろいろな、はい、お話もしましたけれども、はい、ここで早速そのさっきから話題に出ました奥幸之助君の曲を聞いていただきたいと思います。どんな曲ですか？タイトルは道って言うんですけれども、まあ。いろんな道が、そう、これです、うん、この CD がジャケットですね、はい、でいろんな道、まあ道って聞いてもね、いろんな道があると思うんですけれども、まあそんな僕なりの人生をそのこの一曲にまとめた曲で、まあ後からいろいろそれについても触れたいと、はい、思うんですけれども、はい、はい、まあ、なんか人生を一つのテーマにした、はい、曲です、はい、はい、それでは聴いていただきましょう。奥幸之助くんで道です。日々この声が届く
やっとくで、映ってない。あずらじ。はい、というわけで奥河田福君の道を聞いていただきました。はい、イエーイ。そんな曲じゃないの。そんな曲じゃないの。違うの。はい、ほらほら、しっかり、はい、はい、静かに、はい、静かに、はい、静かに。はい、この奥河田福君の道なんですけれども、はい、iTunes とかにもね、配信をされまして、うん、ね、はい、まあ、あの思いをもうちょっとあの語っていただきたいなと思いましたのよ。うん、さっきのね、道という曲。はい、どういう曲でしょうか。道という曲は、うん、あのね、僕とある、うん、あのとあるカミングアウトをしたんですよ。はいはいはい、あの、はい、ある時期に、うん、でその時までの道とか、うん、それからの道とかあって、うん、で僕今はこうさっきも言った配信とか CD を出させていただいたり、うんうんうん、いろんなライブ活動とかもやらせてもらっていて、あの音楽一本をの道をこう突き進むぞっていう道を歩いているんですね。はい、でそんな思いも乗せているし、そうじゃなくてもなんかこう聞いてくれた人がそのご家族のこととかお仕事のこととかいろんな人生の道があると思うんですけれども、そういうものを想像してなんか前向きな気持ちになっていただけたらいいなというそんな曲です。はい、とても素敵でございます。でそんなね素敵な曲に合わせて流れていたのが、うん、まだね道、うん、違うよ、だから素敵な曲が道でしょ。あ、そうだね、うん、違うのよ、うん、違くってあの素敵な曲に合わせて流れてたのが金沢の写真とかっていう話をしたかったの。ごめんね。そうね、いっぱい流れてたから、うん、そうだね、いろんなね、うん、風景とかね、そうそう、なのでぜひあの YouTube に上がったらもう一回見てください、うん、あ、そうだね、そう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 、特別バージョンっていう感じでね、そうだ、はい、見てください。はい、イエーイ、はい、それでは私ここから仕事しないので吉野さんに全部振りますということで、頑張ります、はい、頑張るのかなっていうか、あの今のね言ってた、おっくんが言ってたカミングアウトっていうもの、はい、じゃあちょっと私説明しますよ。お願いします。はい、ご存知の方もいるかと思いますが、奥幸之助さんは18歳の時に自身が同性愛者であることをカミングアウトされました。台本をベタ読みしております。はい、ごめんなさいね。で、なんだ、同性愛やセクシャルマイノリティに対する差別や偏見をなくしていきたいという思いがあり、今もステージでは同性愛者であることを公表しています。で、あ、なんだ、歌で性別を超えて衝撃や感動を与えたい、その、世の中を変えていけると信じて歌い続けています。でいいですか。はい、ゲイです。もう一回言う、あ、言っていいですか。あ、言っていいってそういう意味じゃないですよ、うん、大丈夫ですよ。はい、はい、いきますね。はい、ゲイです。あの私だから仕事しない言うたやん。こう二こげの二人は女の子だからこう笑ってくれるんですけれども、ああの結構、まあ、スタッフさん男性が多いんですね。ここあの苦笑いしてるね、そう今ね、シーンってなるの、うんうん、多分狙われてると思うんだろうね。そうだよね、うん、とりあえずこうちゃん今まであの、あ、ね、スタッフさん出さないで。でもねこうちゃん今までね、はい、アズラジ頭から見てた方抑えてたでしょ。あのね、そんな抑えてる方じゃない普段。そうこうちゃんここからは自由にしていいよ、いいんだよ。あの、うん、狙われてるって言ったでしょ、うん、まだ続くんだ、うん、狙ってる。あ、こうちゃんが、はい、狙ってます。はい、でもグーさんだからさ、ね、スタッフさんがこうやってくる。そうでね、あの吉野の説明ちょっとさらっと言っちゃったけど、そうごめんね、そう同性愛、はい、結構まあ世間的にはね冷たい目で見られちゃったりとか、うん、そうだよ ねするけれども、でもこう人を好きになってだけじゃない、うん、私思うんだけどさ、すっごいもういいこと言うわね、ありがとう。そうなのよ。で私こうちゃんがライブでよく言う時に、うん、すごいなんか、うん、好きなあるあの話がね、ニコゲでね話すんだよねよく、そう、うん、じゃあ吉野行ってみ、え知らねえのかよ。おい、え、なんでうなずいた。乗っかる、違う違う、パーソナリティが話に乗っかるだけってどういうこと。あ、ごめんね、ちょっとね、なんかいろいろぶっ壊れ、ちょっとね、ごめん、慣れた、ぶっ壊れた、ぶっ壊れた。なんだっけ、歌なんだろう、まあね、普通のっていうか恋愛でその男性と女性がくっつくっていうのが、まあ、主に一般だけど、その私は
子孫とかそういうものを残せないから、うん、この世に歌を残していきたいっていう思いでちゃんと歌い続けてるっていうのに、うんうん、それじゃなかったあれ違うの私そこだよ私はそこです違うのあのさやっぱりこう、あの私がこうちゃんに聞くときって彼女さんいますかってみんな思うので逆にあの、はい、こうちゃんが私に聞くとき普通の方だったら、うん、彼氏さんいますかって言うんだけど、うんうんうん、恋人いますかとか大切な人いますかっていう風な社会になってほしいって言ったのが心にすごいグッときてるのはい、うん、話長くなるんですけれどもあのやっぱその今渋谷区でその同性パートナーシップ条例っていう結婚同等の条例が認められたりとか、うん、すごいこの間はあのアメリカ全土かで結婚を認められ同性愛の結婚を認められたりとかいろいろそういう制度が制度とか法律が生まれることもすごい素晴らしいことで僕としても喜ばしいことなんですけど僕は別にその結局法律を作りたいとかそういう面でまあ認めてもらう分にはその全然いいんですけれどもそこを目標にしてるわけではなくてやっぱりその制度を決めても絶対反対派とかアンチって絶対いるからそうじゃなくてそういう普段の会話とか自然な流れで気を使える、うん、思いやれる、うん、そういう世界ができたらいいなと思っています、うん、いや本当素晴らしいよ、でねそのさっき頭でね、うん、あの丸二ちゃんで紹介しましたが、うん、もう一枚あるのこちらですはいじゃじゃん、はい、これ見えるかなあのねだろうなんだっけ恋そうあのね下にね枯れ恋ってあるであの奥幸之助くんと誰か彼氏がいる設定なのねで BL ゲームに設定したらしくて奥幸之助は今日は彼とデートなの応援してねで選択肢がもちろん頑張ってね後ろからついていっていいっていう3択なのねっていう絵を描いてくれましたこれを持って帰ってください ありがとうございますあのこれでも、うん、これ大体 BL が好きなのって女子ですよねそうだね不女子とかでこれゲームするのは女子ですよねそうだねでもちろん頑張ってねはまあ確かに嬉しいんですけれども、うん、後ろからついていっていいって女がついてくるってことですよねダメ絶対にダメデート台無しじゃんはいちょっとねあのこうちゃんの本書が出たところで、はい、こうちゃんからね大事なお知らせがあるんですよはい、はいはい、ぜひそちらの方をお願いします、はい、お知らせ今日は9月2日か、うん2週間後になるのかな、ね、13日の日曜日、うんなんと奥幸之助ワンマンライブを行いますおめでとうございます会場は、この東京の渋谷のホームという、うんあのね、宮益坂の方にあるすごい素敵なライブハウスなんですけれども、うん、そちらで行います、はい、で、夕方の6時に会場してその30分後に、スタートになりますはい、でオープニングアクトに、このアズラジにも出演した富士のあんちゃんが、うん、あんちゃん出演してくださってそのオープニングアクトでちょっと盛り上げてもらって、うん、僕が後から登場するというライブをやらせていただきます、はいはい、これはまあ詳細はツイッターとかブログを見てくれれば分かる、はい、ということなんですが、うんはい、なんか小耳に挟んだ情報によるとね、はい、なんか重大発表があるんだってあそのライブでですねそう、はい、ありますよ重大発表すごい気になるの、ねうん、いやそんな細かいことは言えないんですけれども、まあ、あの冬にツアーをやったり言ってるよそらちょっと聞こえたぞあの今 CD これ1枚出てるんですけど、はいはいまあ、もう私が出たりとかそういうことをちょっとライブの中でドーンと言っちゃおうかな、すごい今多分3分の2ぐらい言ったよ本当ですかあら結構聞こえたやりだから聞こえちゃったみたいなあらーといやでも本当にね、うん、なんだろう気になるそうあの会場に来た人だけが聞けるっていう、はい、そうなんですよぜひ渋谷の、うん、ちょうどそのあの今言った法律のとこにもなんか、はい、そうですよね、リンクするっていうか、はい、うん、あれなのではい、ニコゲもあの時間があれば、うん、多分行くかなあ来てくださいぜひぜひ、うん、あのもちろんあのイケメンを連れてねみんなダメだ女の子のみんなダメだ行くときイケメン連れてかなきゃダメだ連れてこいって、うん、投下交換みたいなねええ違うか投下交換投下交え何人と交換する気なのあなたちょっと待って100人呼んだ人なのよねえねえ投下交換ダメよはいごめんなさいやっぱ吉野に仕切らしちゃダメだったかなダメねというわけでえあし はいというわけでエンディングのお時間です私ここも仕事しません吉野さん締めてくださいはーい
奥野でした。はい、楽しかったですけどすっごい短かったあっという間だったよね、はい、結構あっという間だった待ってなんか全然喋り足りないどうするのちょっとなんか伝わりにくいけど顔がすごいんですよ僕すみませんちょっとあなんか声に花がなくねレイナの声高いからなんかあじゃあこうやって喋ればいいですかはいちょっと、いいかな私いいですかじゃあ閉めてあ早いよろしくお願いしますあいいかなパーソナリティ頑張ってはいじゃあとりあえず私がはい次回の、はい、アナウンスをしますね、はい、次回9月16日水曜日ゲストは女性7人組ユニットレッドチアーズからリーダーの氷萌さんとサブリーダーの福島のどかさんがいらっしゃいますまた番組ではメッセージやゲストへの質問をお待ちしていますメールアドレスはあずらじアットマークワロップ co.jp です大丈夫かなはいで番組ホームページからも送れますはい中目黒第一大門大吉の LINE もあるのでぜひ登録してくださいはいちょっと似てるよねかなりえ似てるねこれ何の写真を見て書いたんだろうああ確かに原画でも多分ホームページに載ってるのね、うん、毎回ゲストさんが載ってるのでツイッター調べてくれたりとかそう結構してるのまるにちゃんはあすごいね、はいうん、ありがとうパーソナリティ頑張って頑張りますうんじゃあまあそんな感じあのね時間余ったからって私に、ね、見るのやめてくれる違うのこの後アフタートークがあるのあそうだ今日はアフタートークあこれネタバレしない方がいいかなうんそうだねあのちょっと面白いことをやるんですよ今日はアフタートークはねいつもと違うコゲラジオをお送りするんですあのこうちゃんが全然喋ってないの それをそれ言ってくれるって約束したのにさっき30分間、うん、全部引いてるからほらもうパーソナリティが喋り下手ってどういうことよごめんね奥のがうまいんだそうなんですよ、はい、こうちゃんの方がうまいのではいという感じでアフタートークいきますよ、はい、そんな感じでね頑張りますはいいいかなはいじゃあ終えますこの時間のお相手はニコゲの響きをするとニコゲのことレイナと奥幸之助がお送りしましたありがとうございました待って違うそれでは素敵な夜をお過ごしください